どうも、ハイチーです。9月3日に今撮ってるんですが、9月になったんでね、9月の勉強する上でのポイントとか、勉強法、どんなこと勉強してったらいいのって、まあ、その辺をねちょっと話していこうと思います。で、まず、受験生だろうが、受験生じゃなかろうが、高校生だろうが、中学生だろうが、まあ、みんなね、皆さんに該当することなんですけど、何を勉強するかの前に、すごい9月って1個大事なことがあって、勉強習慣戻すというか、ちゃんと作り上げる、もう1回っていうのがすごく大事です。今9月3日に撮っててね、3日に投稿できてるのはちょっと微妙なんですけど、初日だった方多いと思うんですね、9月3日が。夏休み明けの初日。で、初日学校授業受けますよね。受けて帰るじゃないですか。で、もし、その夜のことを思い出せる方がいた場合、多くの方が、今日初日だったし、久しぶりの学校だったし、今日ぐらいゆっくりしよっかなって思う方多いと思うんですよ。で、別にそれが悪いとは思ってなくって、まあ、できればね、そこをちょっとさ、ぐって踏ん張って、でもやんなきゃって思ってほしいんですけど、何がまずいかって、その、今日疲れたし、ちょっとゆっくりしよっかな、が長引くんですよ、これ。9月。あのね、やっぱり夏休みっていうのは、特に受験生の方なんで部活がね、やってた方は部活がない夏休みだし、まあもちろん受験勉強でね、夏期講習行ったりとか忙しかったかもしんないけど、で、部活があった、その1、2年生にしてみてもそうですけど、学校とか、その夏期講習とかあったとしても、でも休みは休みなんで、まあゆっくりできたわけですよ。で、学校っていうのは、その学校が楽しいっていう方も、まあ自分みたいにね、楽しくなかった方もいると思うんですが、どちらにせよね、やっぱ疲れるんですよ。学校行くって。しかも夏休み明けの学校っていうのは。で、そうすると、やっぱり必要以上に体力を使ってるから疲れるし、そうするとゆっくりしたいし、眠くなるしっていう。で、それが、まあちょっと疲れたしなーっていう風に、そこに甘え続けちゃうと、どんどんね、後ろにね、伸びてっちゃうの。その勉強できない時が。で、例えば、まあ、1年生とかやっぱ多くなっちゃうんだけど、定期テストが来た時に、ああ、そろそろスイッチ入れなきゃなーって思うんだけど、すぐ入んないんだよね。そう。で、やっと、その定期テスト1週間前ぐらいに、さすがにやべえかなっつってスイッチがちょっと入り始める。それでも、入り始めるだと思う。下手するとテスト終わるまで入んない子いるからね。テスト結果が出てきて、やべえっていう得点が返ってきて、ああ、やっちまった、みたいな。で、そこで、まあ、気づくというか、スイッチ入るってことも多いんですけど。で、これ、受験生も結構あって、まあ、バタバタした日々がね、あったと思うんですけど、でも学校始まるとね、スイッチが変わらないんだよね、どうも。うまく入れられない。で、なんとなく物足りないみたいな。こう逆にね、その、夏期講習とかすげえバタバタ勉強しまくってたのに、学校行ってる時って、授業ってさ、まあ、授業受けてますけど、夏期講習みたいにすげえ勉強してるって感じがしなくないですか？なんか授業がゆっくり感じるというか、夏期講習とかに比べちゃうとね。そうすると、なんかこうね、ゆったりしちゃってて、気持ちがね、こう入りきらないというか、結構その緊張感を持って受験勉強やったとかいう方が、急にスイッチがプチって切れちゃうんでね、なんか糸が切れるというか。で、うまくスイッチが入り切れないとか、そういう方も出てくるんですが、大事なことは、もう9月は9月の勉強習慣っていうか、勉強ペースを作ること。当然8月みたいに自由な時間が長くないわけですよ。朝起きてから自由ではないからね。学校行かなきゃいけないから。だから、9月は9月のペース作りをまずすること。それが、まあ、いつもより周りと比べる必要はないから、自分のペースをちゃんと作る。1時間より3時間が偉いわけじゃないから、大切な内容の濃さだから。長くダラダラやるぐらいだったらきっちりね、短く集中してやった方がいいわけだし、まあ、そこの量とか質に関してはみんながそれぞれね、ここらにやっていこうって、やってみて高めていこうって調整していけばいいんだけど、まずは、その毎日ちゃんと勉強するっていう。疲れた、やる気でね、もう寝たいって思うかもしんないけど、一晩10分からでも構わないから、勉強机に毎日座るっていうのをぜひやってください。これ、思った以上に体力いるので、この習慣作るのに。で、習慣を早く作った方が、それが武器になるから、習慣ってのはものすごい武器なので、なので、ぜひそこを意識にしてみてください。で、じゃあ勉強何やったらいいのか、まあこれは受験生の方がメインになるとは思うんですけど、で、よくいただく質問に、過去問を始めた方がいいですかっていう質問を結構いただきます。で、大学受験の方は、もう始めましょう。もう自分は絶対始めた方がいい。まあ夏休みで始めた方多いと思うんですけど、まだ手をつけてない方はやりましょう。で、まだ基礎固めが、とかって思ってる方いるかもしれないんですが、併用して、基礎固めの、ね、その固める方の勉強もそうですし、で、そろそろね、もうちょっと経っていくと基礎固めに当てれる時間がもうなくなってきてしまうので、まあ、そこと、なかなか時間ね、やりくりするの難しいかもしれないんですが、過去問もぜひ始めていってください。で、高校受験の方に関しては、これはどちらでもいいです。まだ9月に関しては。個人的には、例えば、過去問って6年分とか本になってたりしますよね。で、
新しい方からやる方と古い方からやる方って結構いらっしゃる好みがあると思うんで、まあどちらでも構わないんですけど、一度やってみたらいいと思う。1と1と1年分5科目で習ってないことがあるじゃないですか。それも関係なし、もう気にせずやる。で、何が大事かっていうと、あ、受験ってこんな感じなんだっていうのを一回肌で感じた方がいいです。今まできっとみんな模試とか受けてて、あんま模試とね、本番のテスト変わんないんですよ。まあもちろん、昔のやりすぎちゃって、ちょっと問題形式変わってる場合はありますけど、基本的に変わらないんですよ。それでも、本番、やっぱり過去問っていう、みんなが実際に本番で受けるその過去問っていうのはやっぱ重みが違うんですよね。みんなにとっても。で、それを一回肌で感じた方がいい。そこで、できたできないとか気にしなくていいから、得点が悪かったとか、習ってないとかも入ってるわけだし、そんな気にしなくていい。もちろん、習ってるのにできなかった問題とかは復習に当てる。それをレベルアップのためにね。それはもちろん必要ですけど、そんなに得点取れないからとか、合格圏これじゃダメだよとか、そんなんいらないから。思わなくていいんだけど、肌に触れるってのは一回してみた方がいい。で、夏休みとかに、例えば、ハイレベル校、ちょっとね、上の方のレベルの高校を狙ってる方なんかは、夏休み塾とかでもう多分、基礎固めとか、基礎固めっていうかもう先の勉強全部やりましたって方も多いと思うんですよ。塾とか結構やるからね。で、そういった方はガンガンも過去問やった方がいいです。過去問やった方がいい。で、過去問のやり方とか意義って、まあ昔一回動画撮ってんですけど、それはまたちょっと別で撮ります。もう長くなってしまうので。なので、まあ過去問やるやらないに関しては、まずね、どちらでもいい、まだこの時期、高校受験の方は。なんですけど、1年分は1回やった方がいいです。で、やるときは絶対ガチでやる。いい？わかんないものが途中いっぱいあるかもしれないけど、時間かかってガチでやってください。それはすごく大事なこと。で、最後に勉強内容なんですが、さっき基礎固めが終わってる方とか、いろんなね、タイプの方がいると思うんですけど、例えば、普通に今からまだね、これから習う勉強内容やってない方、復習にね、夏休みに時間を当ててて、予習も全然手につけてない方のが多いと思うので、そういった方は、今学校で習いますよね。新しいことを習っていきます。で、その習っていくところも当然受験には出ます。だから、その学校で習ったことを、その日やったことを復習っていうか、やったことをその日のうちに確認するっていう習慣をつけた方がいいです。後でまとめてやろうとかではなくて、今まで多分中学生ってそんなやってないと思うんですよ。夏休み前とか1、2年生の時とか、今日やったことを全部復習するぞとか、なかなかやらないじゃないですか。でも、この夏休み明けた中3の時期は、できる限り、ただ時間が限られてるので、その日やったこと全部ではなくていいんですよ。全部じゃなくて構わないんですけど、例えば苦手科目とか、例えば数学とかやってて、学校の先生がこれ大事だぞって言ったとこだけ、問題解いてるやつを全部解くんじゃなくって、ただ実際授業でやった時に、間違った問題とかミスった問題とか、これやり直ししねえと多分頭から抜けるなとかって思う問題とかをチェックしといて、それを学校のうちにやることを決めてしまって、家帰ってからそれを復習するっていう。100やったことを100マスターしなくて構わない。そこまでやらなくて構わないんですけど、その日学校でやったことを復習するっていう。一回授業で勉強したことをもう一回復習するって、その定着しやすい。せっかく学校でやってくれてるからさ、それうまく使ってください。わかりにくい先生でもいると思うんだけど、でも勉強は勉強だから、みんなの多分モチベーション次第でその授業がよく生かしきれるかどうかも変わってくるから、うまく使ってほしい。学校の時間っていうところ。そして、夏休み、復習にね、当ててた方も全部の復習が終わってはないと思います。もちろんやったことは人間どんどん抜けてしまうので、それを抜けてないかなっていうチェックに当てる時間も必要だと思うので、学校でその日やったことを、まあ、定着させるというか、復習するのと、今までやった勉強の復習ですね。このまま2本柱でやってってください。まあ、9月でまだいいんですけど、10月、11月って、まあ、冬休みに近づけば近づくほど、昔の勉強に当てる時間減っていきます。なぜなら過去問とか、その実践的な勉強、応用力とか、そっちに当てなきゃいけなくなってくるので、基礎固め、昔の基礎問題を固めていくのは今しかねえんだって、そのぐらいの気持ちを持ってほしい。で、9月っていうのは、まあ、最初に言ったようにスイッチを入れきれなかったりとか、結構だらけます。受験生でも。みんなのクラス、まあ、クラスの雰囲気はさ、それぞれあると思うんですけど、結構、9月明けて、まだまだ初日とかだけど、1週間経ったとしても、なんか緊張感ねえなみたいな、なんか聞いてた話と違うぞみたいなことが結構起きます。で、その、まあ、雰囲気はしょうがないと思うんだよ。みんなのさ、一人の力でさ、このクラスをいい雰囲気にするぜとか全然難しいので、そんなところに力当てなくて構わないんですけど、それに飲まれないでください。周りが例えばもうスイッチが入ってないとかも、なんとかなんじゃねえかなとか、まだ勉強頑張らなくていいんじゃねえかなとか、そんな雰囲気になってる子たちを置いてくチャンスだから、抜いてくチャンスだからって思って、ぜひね、昔の勉強と学校の授業ね、まあよしあしあるけど、その授業をなんだろう、復習とか一個のね、あの武器として、武器というか、その授業を勉強する時間にして復習するっていう、その二本柱、今日やったことと昔の復習っていう二本柱をしっかりね、9月意識してやってってもらえたらと思います。